え、中小企業2年目システムエンジニアで、成果を残しても仕事が増えるか、給料は増えません。気楽に過ごすならわざと成果を残さない選択肢はありですかありです。あの、ま、そういう会社の方針なので、その会社の方針に合わしちゃっていいんじゃないかなと思います。えー、現在プログラミングを勉強してます。今30代後半で未経験のため、転職でプログラミングを活かせなかったとしても、副業家庭年後にフリーランスで活かしたいのですが、 実務経験がなくても、65歳でちゃんとポートフォリオが案件取りますでしょうかえっ、ー、と、あの、まずそ、ただ同然でいいので、あの、クラウドワークスみたいなところで仕事を受けちゃってください。あの、その、あの、ネット上ですごい安く、あの、仕事を振るようなサイトっていうのがあるんですけど、ひとまずでもその、実務経験がないと、さすがにちょっと採用されない可能性が上がってしまうので、 なので、あの、すごく安くてもいいのに、実務経験のために、とりあえず、あの、仕事を受けるっていうのをやるんじゃといいんじゃないかなと思います。まあ、とはいえ、あの、プログラムの勉強をすること自体は、あの、無駄にはならんなと思いますけどね。えー、業務レーランクについてコミュニケーションを大切にしていて、直接相手に伝えに行く班の人が同じ会社に数人います。相手が離席中でタイミングが悪かったり、伝え忘れが起きると嫌なので、私はなるべくチャットで済ませたい派なのですが、間違ってますか <laughs> と僕もそっち派なんですよね。 あの、結局、まあ、その、直接話した方がいいよ派の人って必ずいるんですけど、で、そういう人がいると、その、連絡漏れが発生しちゃったりとか、その、その考え方のズレが発生しちゃったりするんで、僕はあんまり好きじゃないので、そこら辺は経営者の方がちゃんと統一すべきだと思うんですけど、なかなか経営者の人は、あの、経営者の人ほどなんか直接話すの好きだったりしますよね。 えっと、あの、なんだろうな、その、まあ、経営者の人って、その、まあ、例えば話しかけたら必ず聞いてくれるじゃないですか。みんな部下なんで。なので、その直接話しするのが楽なんですよね。 でもその部下じゃない人って例えば上司に話をするときとかって相手がなんか時間空いているのかどうかとかなんか今話していいタイミングかなみたいなことを空気を読んでんで話しかけるみたいなのをやらなきゃいけないのででそこでその空気を読んで相手の状況を確認する時間を考えるんだったらもうメールとかチャットとかでわーっともう内容を送っちゃった方が効率いいと思うんですけどただでも偉い人がその直接話すのが楽っていうのをやってるとそのなんか部長とか課長とかっていう人もそういうのを真似しちゃうので なので、なんかメールベースっていうのは、本当は経営者が自,あの自発的にやらないとなかなか文化としては根付かないのかなと思いました。バイデン氏が大統領になりましたけど、アメリカの経済面どうなると思いますかえっと、経済面はあのトランプ大統領の時代からかなり悪いんですよ。コロナの問題からなので。で、コロナの問題があってかなり経済が悪いんですけど、多分、 まあ悪いのが続くのがトランプ大統領のせいということ、じゃトランプじゃないや、バイデン大統領のせいということになって、アメリカの世論は揉めるんじゃないかなと思います。うん。例えばその、日本も経済悪いんですけど、でもまあ、その、なんかアベノマスクみたいなよく分かんないものに金使ってるのが悪いっていうのはありますけど、とはいえ、その、基本的には悪いのはコロナなんですよ。あの、麻生大臣も言ってましたけど。 なので、まあ、日本中世界中その政府のせいっていう部分はありますけど、まあ、ある程度はコロナが悪いので全面的に政府のせいってわけじゃないとは思いますけどね。はい予定通り始めてすいません。<laughs> あのなんかあの10分以内にシャワー浴びるみたいなのを書いたのを見たので早く始めてやろうと思いました。 えー、高校生です。スマホには人を依存させる仕組みがたくさんあり、また研究段階ですが、将来的にも認知症の発症リスクを高める効果もあり、スマホを持とうか悩んでいます。受験勉強もあるので持とうか悩んでいます。どうすべきですかえっと、高校生だったら持たない方がいいです。あの、まあ、スマホである程度その勉強するアプリとかもありますけど、別に PC でも調べられるので。で、その、スマホに人を依存されせる仕組みがあるのかどうかというのは置いといて、 あの、ある程度その、高校生とか大学生とか勉強しなきゃいけない人っていうのは、そのスマホみたいな無限に時間使えてしまうものっていうのは、あんまり時間使わない方がいいんじゃないかなと思います。えー、現在建築の設計をしています。設計図の 3D 化が業界に広がってますが、2D から 3D にとって変わるものでしょうかまたそれにはどれくらいの期間がかかるでしょうか <laughs> いや、でも 3D が当たり前になっちゃうんじゃないですかね。あの、構造設計、 設計までやろうとすると結局 3D のソフトで最初から設計しちゃった方がまあそこであの重量とかも調べられてじゃあこの鉄骨だったら何キロまであの支えられますよねとかっても出てくるのでその今までの人が紙でその手で書いてたっていう文化で引きずられてるだけで多分じゃあ設計事務所始めますっていう会社で 3D の設計入れませんっていうところってほぼないと思うんですよ。 まあ、もともと紙の人が独立したとかな、別で、ね。なので、3D でやって、その構造計算もやって、で、ついでになんか部材とかもそこら辺で発注できるよね、みたいなのが当たり前になってくんじゃないかなと思いますけど。えー、前回、オケマルモンキーという漫画が面白くないと教えてもらったものです。前回の放送からいろんな人に面白くないし、絵が下手で雑だというコメントをいただきました。これは人気が出る予兆ですか すごいよね。あの、もう前回も500円でそのメッセージ書いていただいて、あの、面白くないんじゃないですか読んでもないけどっていう誹謗中傷したんですけど、本当に読んだ人から絵が下手で面白くないって言われてるっていうところで、だいぶあの、なんか自虐が入っている気がしますけど、まあ、はい。頑張ってください。えー、おデブな水泳フリーランスコーチです。コロナで夜の時間がいたので YouTube 始めました。応援お願いします。 上の泳ぎ方の動画とかは多分そこそこ需要あるんじゃないですかね。あの子供とかで泳げない子って結構いるので。経済学部は良くないとおっしゃっていましたが、うん、エフラン大学の経済学部と医療専門だと、医療の専門だとやはりエフランの方がいいの。えっと、医療の専門学校で、あの、医療資格が取れるのであれば医療資格の方がいいかもしれないです。例えばその看護師とか、なんか、医学療法師とか。 っていう、その、ある程度その専門資格で、じゃあ、そそれを持ってないとこの仕事はつけませんっていう専門学校であれば、あの、全然食えると思うんですけど、でもそうじゃない限りは大卒っていうのを持ってた方が人生はいろいろお得ですよ。韓国の歴代の大統領はなぜ逮捕されたり自殺する人が多いのですかうん。いや、なんかその、3、4年ぐらい前まで、その、韓国って、 元大統領が捕まったりとか、なんかあの、刑務所入れられたりとか、自殺したりっていうので、その韓国ってなんか治安悪い国だよね、みたいなイメージあったんですけど、なんか日本の場合って、その偉い政治家が悪い子としても捕まらないだけなんですよね。なのでその、悪い子としても捕まらない国と、 その悪いことをした人はどんな偉かったとしても捕まえるっていう国だったらどっちがいいですかって考えるとあれ韓国の方がひょっとしたらマシだったんじゃねっていう気が若干はしてるんですよねあのまあその安倍首相がその穴ホテルでその桜を見る会の前夜祭っていうのやったんですけど で、もともとそのなんか前夜祭っていうのはその安倍首相が主催したわけじゃなくて、参加者が一人5000円払って参加したんですって言ってたんですけど、参加者の人が、いや、5000円なんて払ってないよって言い出して、いやいやいや、お前5000円なんて払ってないじゃん、嘘ついたやんっていうので、じゃあ、で、そのなんか説明にその誤解がありましたみたいなことは言ったんだけど、じゃあそのホテルの領収書出してよって言ったら、そのものはないみたいになって、ホテルの調理書出さないっていうので言い張ってるみたいなのがあって、 で、一応、秘書の方は、あの、略式起訴で、まあ、有罪コースで、で、安倍首相も略式起訴になるのかなっていう感じで、その、なんか、本当に悪いことやったら、やっぱりちゃんと正式裁判やった方がいいんじゃねえのって思うんですけど、まあ、日本はそういうのを選んだんだなと思います。あの、上級国民っていうのが、去年とか一昨年ぐらいの、あの、なんか流行り言葉になったんですけど、要はその、一般の国民と上級国民で権利は違いますよっていうのがあるんですけど、 で、あの、まあ、今でもその、コロナになりましたって言って、自宅待機になって、自宅待機もなくなってしまう人とかって結構いるんですよね。で、そのま、熱が出るぐらいじゃダメで、なんかその息苦しいとかっていう症状がないと、病院手配してもらえないっていうのがあるんですけど、 その最近石原伸晃さんっていう自民党の元幹事長の方がコロナになって、で無症状だったんですけど、なんか体調悪いなっていうと次の日に PCR 検査を受けられて、で陽性ですってなった途端に即入院みたいな <laughs>。いやいやいや、今までのじゃあ自宅療養してた人たちなんで即入院できなかったのみたいになるんですけど、ある程度の日本人の方って、その政治家が優先されるのは当たり前だよねって思ってるじゃないですか。 要はその政治家は優秀で日本で役に立ってくれている上級国民なので一般市民が自宅療養で死ぬのはまあしょうがないと政治家が優先するのはしょうがないよねっていうのを割と価値観として持ってる人は結構いると思うんですよねだからその芸能人とかもなんかいきなり入院しましたってなると思うんですけどなんかあの元政治家の方とかも体調悪いって言ってなんか PCR 検査普通だったら受けられないのになんかすぐ受けられたみたいなので結構話題になってたりしましたけど あの、橋本さんのことね <laughs>。っていう感じで、割とその、なんか、元政治家とか政治家とか偉い人が優先されるのって結構当然だよねっていう価値観の人がいるので、そうすると、じゃあその、なんか、元総理大臣とかが悪いことしても、まあ、あの、刑務所行かないのは当然だよねっていう考えは、まあ、少数派ではないんだろうなというふうには思ってたりします。まほトさんね。あの、刑事事件にはまだなってないんですか <laughs> あの、その、YouTuber の人で、なんか女の子の顔を踏んでみたりとか、その、芸能人と婚約をした次の日になんか、未成年に対して裸の写真を要求したみたいななんか、すごい悪いことをした方がいらっしゃるらしいんですけど、僕は詳細はよく知りませんけど、はい。<laughs> 何なんだろうねあ。あの、バレない、捕まらないと思ってんのかなこれ、あの、 その、なんか、タレントの付き合ってた彼女の顔を踏んで警察に捕まるみたいになったじゃないですか。だからなんか、悪いことしたら捕まるよねっていうのって自覚してると思うんですけど、だからなんだろうね。あの、ものすごく頭が悪いのか、逃げ切れると思ってるのか。まあ、前回も確かに、その、逮捕されて留置場下なんかに行ったらしいけど、何人しか出てきたじゃないですか。で、その後和解してるから刑務所行ってないと。 なのでなんか何日か入るだけでいいから別にこれぐらいは当然だよねっていう、そういう感覚なのかなっていう。っていう気がしました。はい。大学生です。可愛い彼女が欲しいです。授業はリモートでバイトは実家なので出会いがないです。イケメンでもないです。何をすれば良いですか金持ちになればいいんじゃないですかね。なんかあの、パパ活今超流行ってるらしいですよ。その、 あのまああのキャバクラ的なところとかっていうところがあ,のあんまりお客さんいなくなっちゃっててんであのお金欲しいよねっていう女の子で若くて綺麗な子がそのパパ活みたいな形で直接そのお客さんからお金もらうみたいなのが流やってるらしいのでなのであのお金持ってる方はパパ活の方に行けばいいんじゃないですか多分ウィンウ,ウィンじゃないですかねえ現在ソフトウェアエンジニアリングは流行りですがハードウェアエンジニアリングの未来はどうなると思いますか 私はハードエンジニアで将来が少しあるんです。超簡単なスクリプト化く,くらいならできますが、ソフトウェアに移行すべきでしょうかえっと、超簡単なスクリプトで十分だと思いますよ。ただ、結局その、ハードウェア対ソフトウェアの対決っていうのが、あの、パソコンの時代にあったんですよね。昔その、あの、日本のパソコンって NEC が出してる PC98 っていうシリーズが、 流行ってて。で、それ以外の国っていうのは Windows っていうパソコンが流行ってたんですけど。で、その NEC っていうメーカーはパソコンとそこの,の PC98 で動く OS っていうソフトウェア両方作ってたんですよ。で、マイクロソフトはパソコン作るのやめたんですよ。で、他のメーカーっていうのはじゃ富士通は富士通のパソコンを作って、で、富士通の OS っていうのを載せ、OS2 みたいに載せたりとか、IBM は、まあ、IBM のパソコンを作って、IBM の、OS2 が IBM か。 っていう感じで、その各メーカーがパソコンと OS を別々で、あの自分たちで作るって言ってたんですよ。富士通は FM タウンズだ。で、マイクロソフトっていう会社が、もうパソコンは世界中のお前らが作れと。で、俺らはソフトだけ作って、めちゃめちゃ便利なソフトを作るから、お前ら、俺のソフトを使えよって言って、世界中のパソコンがほぼ Windows で動くようになった時代があるんですよ。 で、マイクロソフトがあの世界で一番大きな会社みたいになって、まあその後最近あのサーフェスっていうあのタブレットみたいなの作ってますけど、そんな感じでそのハードウェアを作るメーカーがいっぱい出てきた時にソフトウェアメーカーが全てを支配してしまう構造っていうのが結構出てくるんですけど、で、あの iPhone っていうのが Apple っていう会社が作ってる iPhone に iOS っていう Apple の作った OS が載ってるんですよ。 で、今、富士通とか、あの、N、ええー、っと、えぬ、ー、で、ね、ソニーエリクソンとか、えっ、ー、と、モトローラとか、あの、ヒュンダイじゃねえや、えっ、ー、と、サムスンとか、世界中の携帯電話会社って、ハードウェア作るけど、OS は Google の使った Android を載せてるんですよ。 で、日本の場合って iOS、iPhone 使ってる人が半分ぐらいいるので、結構その iPhone 頑張ってるじゃんっていう風に見えるんですけど、世界のシェアで行くともう Android のシェアが7割とか8割だったりするんですよ。 で、結局その、ま、Google も一応 Pixel みたいなハードウェアを作ってますけど、基本的にはソフトウェアだけ出してて、で、ソフトウェアが、ま、その Android が動いてて、で、Android のアプリを買うときに Google Play Store でみんなあのアプリを買ってて、で、そこで買ったお金の3割は Google に行くみたいな感じで、Google ボロ儲けをしているわけですよ。なので、ハードウェアを作るよりも、ハードウェアを他人に作らせて、その上で動くソフトウェアを作って、 使って、その上で動くソフトウェアを使わせて、上がりを上げた方が儲かるよねっていうのは、何度もやってるんですよ。現実。そのパソコンでもやり、スマホでもやり。で、そろそろ僕自動車もそれになるんじゃないかなと思ってるんですよね。あの、自動運転のソフトウェアを作ってるメーカーとかもあったりして、で、その、まあ、 電気自動車ってあの中国が60万円ぐらいでその105キロ走れてクーラーついてますみたいな作ったりみたいなんですけどそんな感じで自動車自体もハードウェアっていうのももうまあ,まあお金さえあれば工場で誰でも作れるよねってなってそこでじゃあ安全にどうやって走らせるのっていうと安全なソフトウェア自動運転をするソフトウェアっていうのを乗せちゃえば別にハードウェアとしての安全性能そんなに高くなくても大丈夫じゃんみたいなのが ま、時間の問題でいっちゃうんじゃないかなと思うので、ハードウェアにこだわりをりはソフトウェアっていうのは、まあ、歴史上何度も起きているので、ソフトウェアに投資した方がいいんじゃないかなと思いますけど。えっ、ー、と、まあ、あの、えっ、ー、と、もともとあの、ヘリコプターのラジコンとか、飛行機のラジコンとか、あの、日本のメーカーが強かったんですよ。競泳とか。で、ところがどっこい、ドローンっていうのが、今、まあ、世界中で流行ってて GGI だったりとか、 で、ドローンってあれソフトウェアで制御するんですよね。なのでそのハードウェア的に安定してないものの回転数をソフトウェアで安定させることで、その安定して飛ばさせることができるっていうのがあって、なのでその割と精度の低いハードウェアを安く作ってソフトウェアでクオリティを担保するっていうのが、まあずっとここ最近続いてることなのでその流れは変わんないんじゃないかなと思うんですけども。 えー、ブランド力のない中小企業が SNS で自社アカウントのフォラーをゼロから増やす何か良い施策はありますかうんと、炎上する。結局その、あの、何か面白いものを投げると、あの、リツイートしてくれる人が増えて、その、フォローしてくれる人が増えるっていう状態になるので、まず目立つ必要があるんですよね。で、その、まあ、頭が良かったら、なんかその、 面白いネタをツイートするとかで、そのリツイートされるようなものを作って広がっていくっていうのがあると思うんですけど、で、多分、中小企業でそういうのをなかなかネタがないとすると、あの、よく、なんかあの、その、拾ったネタを RT するだけの、あの、アカウントっていうのがあるんですよ。なんか、なんとかボットみたいなやつ。あの、それに出てる面白いやつをひたすら盗んで RT ばっかりしていくと、あの、たまに引っかかってくる人いるんじゃないですか。 えっと、コロナワクチン復旧,どう復旧後、どういう数字がどうなればマスクしなくてもよいよっていうことになりますか、まあ、月の死者が10人以下になればなるんじゃないですかね。えー、新型コロナワクチンは人口削減計画の一環だから打つの後友達がしつこく言ってきます。ひろゆきさんならどう黙らせますかなんでって聞くんじゃないですかひたすらなんでなんでって聞き続けると思います。 たまたま良い会社に入り20年以上働いている年収3000万ぐらい稼げてしまいました。親の都合で地元に帰ってこれから自分の力で稼いでいこうと思うんですが、特徴もなく物です。どうしたらいいですか貯金に頼ればいいんじゃないですかそれかまあ、その良い会社の視点をうまく、その自分の地元に作れるかどうかで、もしくはそのリモートで働くみたいなので、今の会社との接点は切らない方がいいんじゃないかなと思いますけども。 工学系大学院生で、スランスの大学教授から推薦状をもらったので、博士課程に進んで研究者になろうと思ってるんですが、研究職ってどんなイメージを持っていますか真面目にやってる人は食えない。<laughs> 真面目にやってないと結構楽しい。えー、22歳建築業で働いています。この先外壁がサイディングの新築一軒家は立ち続けると思いますかえー、あの、その壁が広告になってるって意味ですか またマルチをやってる友達から今でもまだ将来うまくいかないよと言われました <laughs>。悔しかったのと前から興味があったのでプログラミングを学ぶため見よう見真似でウェブページを作りました。 今まで軽いネットサーフィンでしかパソコンに触れてこなかったので、ブラインドタッチすらできず、すごい時間かかりました。この状態からまで独学でプログラミングを学ぶことはできると思いますか別に時間をかければできると思いますけど、別になんか、建築業自体がなくなることはないと思うので、まあ、プログラムができた方が、まあ、仕事の幅広がるよねっていうのはあると思うんですけど、建築業は建築業でそのまま続けていいんじゃないですかね。 えー、雑貨商社28歳、中国工場、商社とパイプができました。オリジナル商品を作って独立調停です。EC サイトを始めます。アドバイスをください。ざっくりしすぎ。<laughs> これだけで何を言えばいいんだろう。えっ、ー、と、あの、ぶっちゃけ、本当に儲かり始めると、多分、その商社とその中国工場はあなた抜きで仕事を始めます。ではそ,のその製品はその中国の工場しか作れません。 で、その製品を卸ろすのに多分間に商社を使ってるんだと思うんですけど、そのめちゃくちゃ売れるじゃんって分かった途端に、その商社は多分自分で売り始めるか自分の知り合いに売らせ始めます。要はその、あの、オビール君さんが独占してるより、その、じゃあビール君さんがなんかその有名商品として日本で普及させていっぱい売れるようにしました。そしたらもうその商社が自分で売った方が利益率高くなるじゃないですか。で、その自分で売り始めるし、なんだったらオビール君に、 下ろしてている分分を全部取取りり上げて自たたちでで言ったら利益総取じゃないですかなのであの今の段階でいろんなコネができたから僕すごいうまくいくかもって思ってるかもしれないですけどその生殺与奪の権を制裁与奪の権を他人に委ねるなっていうふうに富樫さん富樫さんだよねもう言ってたのでそこら辺のその他人にその,あの蛇口をひねられるとまずいよねっていう状態にはしない方がいいんじゃないかなと思います。 えっと、海外ユーチューバーのドッキリを参考にして動画投稿しようと考えています。何かアドバイスあれえっ、ー、と、あの、ドッキリ系って確かね、広告つきづらくなってるんですよ、今。詳しくはひよやじさんに聞いていただいた方がいいと思うんですけど、なんかその、あの、子供が真似するとまずいよね、的な動画って、広告つきづらいっていうのが、富岡さんでしたね。すいません。なので、ドッキリ系はその、子供が真似したりとか、その、誰かがなんか、 その怪我をしたりとか、驚いたりとか、嫌がらせをされたりみたいなやつは、広告つきづらいのと、あとやりすぎると、チャンネル版につながるらしいですよ。なので、おすすめはしません。まあ、おすすめはしないんですけど、ドッキリはでもみんなやりたがるんですよね。まあ、あの、うん、はまるとその再生数すげえ伸びるっていうのがあると思うんですけど、はい、28歳で介護事業で管理職をしています。自分発信でのコミュニケーションが苦手で、職員間での風通しが悪いです。 相手の気持ちなど深読みして自分の意見を言うのが苦手というのもあって悪循環で改善していきたいです。アドバイスいただけないでしょうか。えっと、まず相手の気持ちが読めないという自覚がないのが問題だと思います。多分なんか自分はその相手の感情とか考えが読めるので、それに忖度してこういう動きをしてるんだみたいなのが多分本人思われてると思うんですけども、最初からずれてます。それがもしできてるんだったらこんなところでコミュニケーションが苦手ですとか千円払ったりしません。 なので、人の気持ちが読めないという自覚をしてください。で、人の気持ちが読めない上で、あなたの,そのやりたいことは分かりません。教えてくださいっていうのをちゃんと言葉で聞いてください。で、言葉で聞いたものに対して、あ、こうしてほしいんですね。じゃあやりますっていうので、相手が何をしてほしいかっていうのをちゃんと口頭だったり、メールだったりで、その相手の要望を確定させてください。なんか、相手はきっとこういうのが好きだろうっていう誤解をして勝手にやると、いやいや、そんな誰も頼んでないのに何勝手にやってんだよみたいになるわけですよ。だからその 部屋に使いやすいようにその机の上にいろんなものを配置してるのにあ、なんかこの人きっと片付けてほしいんだなみたいな机片付けられるとマジムカつくみたいなあるわけですよあの使いやすいように置いてるのに勝手に帰んなよみたいなっていうのがあるので相手にちゃんと話を聞いてみてくださいえっと一日三時間だけ働く社会を予想したケインズはバカだったんですかそのような社会を実現するにはどうすればいいと思いますか、うん、無理じゃないですかね あの、要は一日三時間だけ働く社会ってやろうと思えばできるんですよ。で、生活保護を取っちゃうと、あの、働かなくてもいい社会も実現できるんですよ。要は働けませんって言い張って、今生活保護を取れに行けば生活保護を取れるじゃないですか。なので、その実は働かなくても良い社会っていうのは実現できてるんですよ。でも、じゃあ俺8時間働いてるよっていう人は、8時間働くというのを選んでるんですよ。 なので、その、ケインズが間違ってるんじゃなくて、みんながみんな8時間働きたかったっていうのが問題なんですよ。あの、僕は働くのが嫌なので、その、めんどくさい仕事は断るし受けないっていうのをやるんですけど、多くの人ってその、働きたがるので、なんとケインズの問題ではなく、働きたがる人たちの、その、ご自身の問題なんじゃないかなと思ってます、えー。大学生で教師を目指しているものです。教師は人気のない職だと言いますが、何でしょうかえっと、給料が低いの、サービス残業が多いから。 私は仕事量や特殊性に対して給料が少ないからだと思います。はい。えっ、ー、と、また、どのようにすれば教師が人気の職になるでしょうかなりません。うんと、まあ、私立でめちゃくちゃ学費の高いところの先生になりたいっていうのは発生するかもしれないですけど、まあ、あとその東京大学の先生になりたいみたいなブランドのある大学とかはありますけど、 その結局、偏差値低くて頭のおかしな子供たちが入ってきて、モンスターペアレントがいます。でもなんか月給は手取りで20万円台です。みたいなのって、人気の職になるはずがないんですよね。とはいえ、その子供が好きだからっていう理由で教師になる人がいるので、給料安くても入る人はいるんですよ。で、その、ま、食いっぱぐれがないというか、ま、よほどのことがないからりクビにならないので、 その民間だと会社潰れたら首になるかもしれないっていうリスクもないので、なのでその教員になりたいっていう、公務員になりたいっていう人は今後も増え続けるんじゃないかなと思います。なので、給料が上がることは全然ないんじゃないかなと思います。結局その、あの、給料って、その職になろうとする人が少なければ少ないほど給料上がるんですよね。なので、あの、教師になりたいと思う人がいればいるほど給料低いし、美容師になりたいとか、そのなんかペットのトリマーになりたいみたいな人がいればいるほど、その職業って給料下がるんですよ。 なのであのテレビ業界で働きたいみたいなその制作会社とかって給料めっちゃ低いですよ。プログラム初心者が月30稼ぐにはどのくらいの期間勉強したらいいと思いますかあと何から始めたらいいですかうん多分このタイプの人だと1年以上かかるのと多分1年経っても無理でしょうね。 その610円払ってますけど、あの、まず、プログラムって何するのとかで、例えば一通りプログラムを覚えよう的なサイトを読めば、だいたい自分がどれぐらいのことがわからないか。で、じゃあ、そのなんか、掲示板のスクリプトとかも置いてあるので、ファーッと見て、あ、こういうのが書けるようになればいいんだとかっていう全体像を把握するっていうのができるんですけど、それをやろうともしないじゃないですか。なので、その、努力する気がない人が、どれぐらいで習得できるでしょうかって言われても、努力する気がないので無理じゃないかなというのが答えになってしまうと思うんですよ。 その、あの、プログラムを教えてくれる学校みたいなのもあるんですけど、結局お金払ったら、突然プログラムができる優秀な人間に、こう、チェーンジみたいな感じでなれるわけではなくて、結局自分が勉強するだけなんですよ。で、勉強しやすい環境は提供してくれますっていう。なので、その、お金払ったらどうこうとか、その勉強したら何ヶ月でどうこうじゃなくて、本当に個人の努力するかどうかの問題なので、そちら側を、あの、努力する気になる方が早いんじゃないですか。 電通の本社ビルの売却検討が始まりましたが、次の大手の本社ビルってどの辺が候補と思いますまあ、あれですよね。あの、電通本社、あの、ビル売りますっていう、まあ、その検討しますっていうのがニュースに流れてきたんですけど、で、そのなんか、検討する理由としては、あの、まあ、 そのリモートの会,の会社がなんかアメリカの成功例であって、そのほぼリモートの広告代理店にしちゃって、で、いろんな地域のリモートの人を雇うことで、逆にそのいろんな地域の人からの需要が拾えることで、結果としてうまくいきましたっていう例を、その電通のプレスリースみたいなやつで言ってたんですよ。なので、あ,あ、そうなんだ。じゃあいろんなリモートの人を雇って、その本社に入る人を減らすんだな、ふむふむっていうもんで言うと、その後の方で、実際じゃあ電通ビル売った後も、 その、売り先から電通ビルを借りて、今の社員はそのままそこに出社して仕事をしますって書いてあって、いやいや、リモート増やす気ねえじゃんっていう。単に、あの、要は、その、電通ビルいらないから、その、もう、みんなリモートで行こうっていう、っていうならわかるんですけど、あの、売った後にそこを借りて、普通に社員出勤しますって書いてあったから、本当リモートする気ねえじゃんっていうのがわかって、結果としてあれはそのリモート動向じゃなくて、あの、単に現金欲しいから売りますっていう話な気がするんですよね。 なので、まあ、まあ今ご存知の通り、その広告費なんて出してる場合じゃないんですよね、いろんな会社が。で、トヨタもその、要は自動車、ガソリン自動車とかもなかなか売れないよねっていう状態だったりするので、なんでその広告代理店の入る、その隙間だったり、その枠っていうのがだんだん減ってる状態なので、早めにその、あのまあビルを現金化した方がマシだよねっていう状態で売りたいっていう。 あのお金が足りないですって書いてくれた方がみんな納得しやすかったんですけど、なんかリモートがどうこうみたいなことをい書いてました。え車2台入るほどの倉庫を持ってて、それを使ってできる良いビジネスはありますでしょうか今だとゴーストレストランとかいいんじゃないですかね。あの、ま、今でもその飲食店どうする問題っていうのがあるんですけど、あの、ま、アメリカだったり、そのフランスだったりとかって、飲食店は、ま、地域によって飲食店は禁止だけど、デリバリーは OK っていうところが結構あって、 なので、その、デリバリー専門の飲食店屋さんって増えてるんですよね。で、その、まあ一応その、あの、食品衛生法的に登録届出が必要で、うちはここがレストランなんですよっていう場所は必要なんですよ。で、そこの場所を倉庫にしちゃって、で、そこで適当に作ってデリバリーで売るっていうのを貸す。要はその、料理人って料理は作れるんだけど、今更その店舗を持って飲食店やるのきついよねってい人やるので、そういうその、あの、 名義上の,あの飲食店の店舗が欲しいっていう人に貸すみたいなのはいいんじゃないですかね。なんかね、神楽坂の雑居ビルで、その、もともと、その、ワンフロアに1店舗しか入ってなかったお店なんだけど、その、ゴーストレストランみたいな感じで、その、厨房超いっぱい仕切ってやってて、なんか、ワンフロアに8店舗ぐらい入ってて、でも1店舗の面積はなんかね、3畳とか4畳ぐらいしかないみたいな、そんな感じの雑居ビルみたいなのが今あるみたいなのを見たんで、あの系、 とあ,のあのやり方は今後も増えるんじゃないかなと思います。リクルートという会社をどう思いますか優秀だと思います。GoTo を見ていると、ジャランやホットペッパー車を持っているリクルートはまだ利権が強いのかなと思いました。ちなみにあれだけいろんなことをやっていながら収益の半分以上は人材事業らしいです。まあ、結局のところあの人材事業って儲かるよねっていうのと、あとリクルートの人材事業を、まあ、あの他の企業とかが活用してその人材活用するんですけど、 あの、優秀な若者が登録した時に、まずリクルートがそれを見てるわけじゃないですか。なので、優秀な若者のあたがいをリクルートはしやすいんですよ。で、あの、優秀な人も年を取ると、だんだん無能とか老害になってくるんですよ。で、リクルートの場合って、あの、35までにお前ら出てけよって言って、その35以上会社に残らないのが当たり前っていう文化を作ってたりするんですよ。 で、その35の前にみんな独立したりするんですけど、で、独立するときはちゃんとその、あの、独立の手伝いもするし、で、例えばじゃあ独立してなんかこういうサイトやりたいんですみたいなのあったら、じゃあそのリクルートから仕事発注してやるよっていう形で、リクルートからの仕事を受けつつ自分の仕事を独立したのを増やしていくみたいな形で、そう、独立をどんどん奨励するんですよね。で、独立失敗した人がリクルートに戻ってくるのはウェルカムなんですよ。 事業って必ずうまくいくわけじゃないので、失敗はするよねと。で、失敗したとしたら、ひとまずじゃリクルート戻ってきていいよと。で、リクルートで戻ってきて、その、独立した時の経験も踏まえて、じゃリクルートで事業やって、もう一回独立をするとか。もしくは、また中でずっと、その、じゃこういう独立した方がいいよとか、こういう失敗しない方がいいよっていう形で、その、うまく会社の運営をするっていうので、その、老害が残り続けるっていうのを作らないシステムを作ってるんですよね。あれ優秀だなと思ってます。はい。 新卒3年目です。転職を考えていますが、自分が好きなことややりたいことが分かりません。ないんじゃないですか現在は転職後にできることを増やした名語学習と SE の勉強をしています。本当にやりたいことを見つけるにはどうすればいいでしょうかえっと、ないんじゃないですか別に <laughs> あの、なんか、その、やりたいことを仕事の範疇で探そうとしてる気がするんですよね。なんかその、英語とかシステムエンジニアで勉強してますみたいなのって、なんか多分、仕事になるからっていうのでやってるだけで、本当にやりたいことではないと思うんですよね。 やりたいことって本当はそのなんか、あの、毛糸の編み物をしたいとか、なんかひたすら100メートルを速くしたいとか、お金に直結しないものの方が見つかる人多いんですよ。なので、やりたいことと仕事って別だよねっていうのを早めに自覚した方がいいんじゃないかなと思います。 最終学歴中卒18歳男です。偏差値70の高校を目指してましたが、学力が周りの伸びず、高校受験を失敗し、偏差値51の高校に進学するも、それからをきっかけに精神的にめちゃくちゃ病んでしまい、わずか4ヶ月後で中退して飲みました。現在アルバイトをしながら瞑想でメンタルを完全に治し、将来について考えています。今後どのようなことをすれば人生うまくいくでしょうかえっと、まずその瞑想とやらが本当に効果があるんでばいいんですけど、あの、効果ないんだったら、普通にカウンセリング通って、あの、うつ病治した方がいいですよ。 あの、そもそもじゃあちゃんと勉強したい気分があるんであれば勉強した方がいいと思うんですよ。ただ、メンタル病んだ状態で勉強したとしても効率悪いので、まずはメンタル直しましょう。で、それから勉強して、まあ今だと通信制の高校とかでいいとこあるので、じゃあそういうとこ行って勉強していい大学に入るとかになっちゃうと、別に今までそのなんか、どこのここ行ったとか関係なく最終学歴はここの大学ですって言えば、何の問題もなく学歴ロンダリングできるので、なのでまず打つ直すっていうのを頑張ってみてください。 ですよね。あの、うつ病の人に頑張れとか言わない方がいいんですよね。<laughs> <laughs> えー、22歳男です。高卒で自動、自転、自動車学会社 T で4年間ロボットエンジニアの仕事をしました。トヨタですかね。えー、転職してロボットエンジニア専門の会社に入って、能力級で年収が600万ほどになり、アメリカ出張も1人で行けて転職成功したと思っています。ただロボットエンジニア業界は独立する人も社員だと給料が高止まりする印象があります。独立した方が利点が多いですかそれか他社に自分の話をして給料の故障した方が良いでしょうか えっと、ま、転職したいんだったらすればいいと思うんですけど、ただその、えっと、ま、そのロボットエンジニアリングの世界って、要するにお金が集まりやすいのと、人材が少ないので、独立するぜっていうと、ま、一人である程度作れて、で、そのなんか儲かりそうっていうのを投資する人がいるので、ポコポコ独立しやすいっていうのはあるんですよね。なので、もしその独立したいのであれば、その、の投資したくなるようなお金持ちっていうのを集めればいいと思うんですけど、ただ、性格的にあの、どこかの企業に所属してる方が楽だよねっていう人も多いんですよね。 その経理の計算とかしたくねえし要は社長になっちゃうと人を雇わなきゃいけなくてでこう部下に騙されるとか部下が働かないとかすげえ面倒くさい問題が増えるんですよ。 なので、そのエンジニアリング楽しいっていうのであれば、どっかに所属している方が楽しいっていうのもあったりするので、なので、まあ,あ、自分の性格的にどっちが向いているかっていうところで判断した方がいいと思うんですけど、ただ、あの、まあ、何社か経験した上で、あの、この会社の方がいいよねとか、まあ、これだけ経験してこのレベルの待遇だったら、俺は自分でやった方がいいよねっていうのもあると思うので、まずは経験してみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。 えー、北海道旭川の少女が投資で発見された事件なのですが、メディアで放送されないのは何か考えられますかこのままいくとどういう結末が考えられますか切り抜きの方々もよろしくお願いします。あれですよね、あの、14歳、17歳の子があの投資してて3日後とかに見つかったとかで、で同級生とかがなんかあの、えっ、ー、と、G をする動画をなんかあの、強制的に撮っていて、でもその、 なんか、あの、そんな、やれって言ってないよとか、あれは私じゃなくて、なんか他の、あの、男友達がやれって言ったんだよとか、その場にいなかったよとか、まあみんなで言い訳をしてるって話なんですけど、えまあ、あの、日本中多分こういうのって自殺してないだけでいっぱいあると思うんですよね。結局その、いじめ問題ってなくなることはないのですよ。で、あの、学校っていうのは基本的にそれを隠蔽しようとしますと。要はあの、死んじゃった人は死んじゃった人で生きからない。 ですけどいいじめた人たちっててうののは生きてるのでで教育機関としてはその人たちがまともな大人になった方がいいでしょ死んじゃった人はもう生き返らないんだからっていう問題とトラブルがありましたっていうのがバレなくて問題がないという形で処理できるとあの教育委員会なりで自分が出世をする時に何の問題もないっていうのがあるのでなので基本的には問題をもみ消そうとするんですよね。 なので、あの、問題を大きくするのであれば、その被害者だったり、その家庭が、あの、まあ、今だとその YouTube だったりとかでネットで大騒ぎするっていう方が、多分、あの、世の中に知れ渡ると思うので、なので、まあ、あの、ひたすら大騒ぎするという方向にした方がいいんですけど、ただ、まあ、その被害者の子供がかわいそうだよね。で、そこの大騒ぎをすることで、その被害者であった子供っていうのが、まあ、その二次的なバッシングとかになったりもするので、それが嫌だと考える遺族もいたりするので、で、その、 なんだろうね、被害者の子がまあえっ、ー、とあのねちょっと説明しづらいんですけどかわいそうな子という形で有名になった子どもに対して嫉妬してバッシングし始める人っているんですよ。 要はその、この人かわいそうだよねって言って、みんながこの人がもっと幸せになればいいよね、みたいなことを思い始めると、自分も苦労してるのに、あいつだけ褒められたり、みんなにかわいそうとか言われて、ムカつくみたいに、その、被害者に対して攻撃的になる人っていうのが、また一定数で現れるんですよね。っていうのがあって、結果としてその、被害者バッシングっていうのが始まっちゃったりするっていうのもあるので、 あの、要は、木村花さんとかの時も、その、あの、プロレスラーの木村花さんって亡くなった方があるんですけど、あの時もその木村花さんバッシングして亡くなったっていうのがあって、それ良くないよねってあるんですけど、それが終わった後に、その、でも木村花さんちゃんとこの生きてればよかったよね、みたいなので、そのバッシングしてるやつ良くないよね、という状態の後に、さらに木村花さんバッシングする人っていうのができたりするんですよ。なので、あの、人間って不思議だよねっていうところで、はい えー、24歳女です4年付き合っていた方に男は年を取ると味が出てよいが女は劣るだけだと言われてい,いました、えー、人それぞれの考えあるとは思うのです言われた際にあまり良い気がせずうまく受け答えすることができませんでした今思えばどうしてそう思うのかよく聞くべきだったと思いますがひるくさんなら何と受け答えをしますか <laughs> それってあなたの感想ですよねって言うんじゃないですかはい <laughs> あの今だと多分あの分かってくれる人が多いセリフになるんじゃないかなと思いますけどもはい えー、長野県小諸市の温泉旅館を経営している40歳です。昨年、クラウドファンディングで温泉のもを作りました。そこそこ売れてはいるのですが、今年のゴールデンウィークは旅行需要が難しそうなので、通販での販売に使われたいと思っています。商品を知っていただくために広報など何をしたらよいでしょうか ?SNS、新聞の記事等では紹介されています。有料広告動画、紙媒体での広告はまだしておりません。まあ、あの、温泉のもって、そこら中にあって、そこら中に売ってるので、で、ぶっちゃけどれでも大して変わんないんですよね。 あの、すごく特徴のある匂いとか成分っていうのがあれば、押せると思うんですけど、多分小諸市だとそこまで特徴的な温泉があるタイプではないので、そのどこの湯の花とも変わらないと思うんですけど、あの、バブルボムその、あと、あの、温泉の元だったりを、あの、丸く個体にしていて、 で、それがあの、なんかあの、ちょっとおしゃれな感じの色付けとかしてやって、で、それをお風呂にボーンって突っ込むだけで、あの、開いてって、で、それがあの、広がるみたいなんで、中に、ね、あの、花とかも入ってるみたいなのがあるんですけど、あんな感じで、その、温泉の成分とかじゃなくて、ばバ,バスボムね、はい。 っていう感じで、あの、おしゃれでやるっていう形で多分、売った方がまだ広がると思うので、あの、インスタグラムかなんかにその、おしゃれ系バスボムっていう形で、その、なんか快適なお風呂生活っていうのをアピールするみたいな感じとか、あとあの、インスタグラマーのなんか、単価安そうな人とかに使ってもらうみたいなのやるといいんじゃないかなと思います。 えー、チャンネル登録数が伸びなくて困ってます。そこでもしかのであれば、大変ずつうずしか厚かましお願いで恐縮なんですが、ひろさんにスパチャをここ機としてチャンネル宣伝してだけないでしょうか。無理なら無理で構いません。えっと、その、何が面白いのかとか、どういうことをやってますみたいな説明が全くないので、6100円払ってこれを言われたとしても、登録しに行く人いないと思うんですよね。なので、その、まあ、YouTube がなぜ伸びないのかも多分一緒だと思うんですけど、その、 これを見たらこういう面白い出来事がありますよとか、要はその YouTube 見るのって、その見る人の時間を使うわけじゃないですか。例えば5分10分の動画を見るとしても、その人の可処分時間の5分10分使うわけで、で、今時の人って結構忙しくて仕事とか寝なきゃいけないとか、飯食ったりフライったりとかあるので、その純粋な可処分時間って1日3、4時間ぐらいしかない人のがほとんどなんですよ。で、その人の10分奪うんだとしたら、ある程度これは面白いよねっていう前提が必要なんですよね。 でもそのなんかターボを車 TV っていう名前なだけで、もう車興味ないから別にどうでもいいみたいな。で、その車系のチャンネルもいっぱいあるので、じゃあどういうことに特化してやってますみたいな情報があれば、まだじゃあ興味があるからクリックして5分10分使ってやろうかなっていう気になるかもしれないですけど、それが全く伝わらない状態なので、そこのプレゼンの、そのそもそも論何をこう人の時間を奪うためにこう,こういうお得な情報がありますよみたいなのを出すっていう、そっち側の方を注力した方がいいんじゃないかなと思います。 大学生の娘はかなりの美人で、賢く性格もの良いので異性からよくモテるようです。しかし男を見る目がありません。イケメンだけど女癖が悪かったり、定食についていなかったり、タトゥーを率いたり、悪い男ばかりと付き合います。家族は優秀な人間が多く、娘は家族を尊敬しているというのになぜうちの家系にはいないタイプの男ばかりを選んでしまうのか全く理解できません。子供はちの悪い男と結婚するのではと不安です。悪い男を選ばせない方法があったら教えていきたいです。えっと、悪い男と付き合いまくった方がいいですよ。要するにその、 あの自分がその関わって ない人に対ししてて興味を持ってしまうんですよ、ね、要はその多分まともな真面目な家族親戚が多いと思うのでなんかそのあの割とそのなんか人生棒に振ってるみたいなのとか働いてませんみたいな人に興味を持ってしまってこの人ってなんでそれで暮らしていけちゃうんだろうみたいな興味を持ったりするんですよね普通だったらなんか一生懸命勉強してなんか学歴を持っていい会社に入るのが当たり前なのになんか思いつきで仕事辞めちゃってとかいい年なのにフリーターとかででも自信満々みたいなそれ単に頭が悪いからに 自信満々なだけなんだけど、まあ、それがわかんなかったりして、この人ってなんで自信満々なんだろうすごいとか、なんかあの音楽の才能かっこいいみたいなのになっちゃいがちなんですよ。要は若い頃ね、自分の知らないものとかに興味持つので、で今の時点でそういうタイプと付き合わせないってやっちゃうと、その。 結婚する年齢の時に駆け落ちして結婚みたいなパターンがあるので、今のうちは逆にダメな奴といっぱい付き合わせといて、あ、ダメな人って世の中にいっぱいいるんだ。別にこういうタイプ珍しいわけじゃないんだと。で、友達としてとか彼氏とかで、そのなんか半年とか付き合う分にはいいけど、もう長期的な関係を築いて家庭を築くには向いてねえな、こいつらっていうのを身をもって分からせなきゃいけないので、悪い男に騙されて金取られましたとか、なんかその、はまされたんだけど、 握られましたみたいな経験をもうちょっとした方が結婚相手を間違えないと思うのでなので僕は逆にその悪い男と付き合うのはいいことなんじゃないかなと思います、えー、こんにちはいつも楽しく発見させていただいております最近 YouTube にヤモトエリマキという自作短編アニメを載せていますろゆきさんの特に影響を受けてアニメを作った場合サムネにひろゆきさんに影響を受けたと言うても問題なんでしょうか別に問題ないと思います影響を受けたというのは事実であればはい 最近職場を辞めた先輩から今ベトナムロトが熱い。先月100万稼いだ。バイト先のベトナム人に代理で買ってもらえると、が買ってもらってるとお誘いを受けたが断りました。飲み行為をやるにしても宝くじの飲みって客側に何のメリットがあるのでしょうか今後彼はうまく儲けられる可能性はあるんでしょうかまあ普通に騙されてますよね。要するにあの、宝くじって基本的にあの、買えば買うほど損するので、飲み行為って言っても全く買わないで、あ、じゃあ買っといてあれ代わりに。つって金ボンボンもらっといて、で、 たまーに当たった場合だけ返すってやってる方が儲かったりするんですよね。なのただ、10億円とかが当たった場合は、本当に10億円分買ってなかったりするので、なので、すげえ損するので、その場合バックルで逃げるっていうのになるので、結局、高額上がった時にあのバックルで逃げられるので、あんまりこう、他人に買わせるっていうのやめた方がいいんじゃないかなと思います。あの、競馬の飲み込みもそうですよね。あの、一定以上の高額になると払わないっていうの多いですよね。 え、以前配信でちょまどさんの配信をされてましたが、女性エンジニアとしてアベマに出演されている池田さんは海外で有名なのでしょうかそれとも顔がいいだけ えっと、そうま僕、その、あの、行動を見てないので、どういうシステム作ったとか、どういう行動を書いたとかわからないので、別にその、あの、世の中にエンジニアの人いっぱいいるじゃないですか。で、まあ、ちょまどさんにする、あの、池沢さんにしろ、池澤さんにしろ、その、え、なんか世に出るエンジニアの行動を全てチェックするという趣味は僕はないので、基本的にはその、あの、行動を見てないエンジニアがどういう趣味なのかわからないという気持になります。 どうなんですかねただなんかその、どういうの作りましたとか、どういうソフトウェア書きましたっていうのも聞かないので、そこまでエンジニアとして能力が高いわけではないんじゃないかなという気がしますけど、ただその、まあ、あれだけ喋れて見た目がいいのであれば、コード書くより、その、コードを書く人を束ねるマネジメント側に回った方が効率いいと思うので、別にあの、僕、コードを書くこと自体が重要だと思わないんですよね。例えばその、 マネジメント能力とコミュニケーション能力の高い女性が、まあ、自分自身はコード書かないけど、その、まあ、コード書けますっていう、あの、しょうもない人を束ねて、で、その、いいアウトプットを出すのであれば、結果として面白いコードが世に出るってことになるわけじゃないですか。なので、あの、マネジメント能力が高い人は、コード書かなくてもマネジメントでいいんじゃないかなと思いますけども、はい。 28歳大学生です反骨心の。反骨心のある学生とベンチャー企業をつなげるビジネスをしたいと考えています。ただ何かを知るにあたってのやる気をどうやって上がればよいか悩んでいます。無理です。えー、ひろゆきさんならどうするか知りたいです。無理です、えっと。そもそもやる気というものが存在しなくて、あると人は誤解しているだけなので測定することが不可能だからです。 36歳の男です。妻が私のことをひろゆきさんと論法が似ていてめんどくさいし、フランス語と英語を話せるし似たようなもんだと言います。奥様と一緒にお茶をして、英、え、語、ー、こしい夫について語りたいそうです。どうやったらお近づきになれる可能性がありますかえっと、あの、うちの、あの、彼女というか、あの、妻というか奥さんが、あの、Twitter やってるので、そこになんか、メンションを送ればいいんじゃないでしょうか。 えー、彼氏が貯金ができません。結婚予定です。メンタリスト大悟さんには浪費家は治らないから結婚しない方がいいと言われました。ただ私は今の人の結婚したいです。えー、ひろきさんのポジティブな回答であけれど幸いです。よろしくお願いします。えっと、彼氏の給料の振り込み口座の、キャッシュカードを共有するっていうのを、あの、文章で書いてください。 要は、それの渡さなかった場合に離婚要因になるっていうので、離婚したという時に、じゃあ,あ、ちゃんとお金もらえますよねっていうのになるので,で、キャッシュカードを共有して、給料が振り込まれるために、毎月20万とか抜いて、定期預金とか別の口座に入れるっていうのをやってください。要は、その、浪費癖のある人ってお金全部使っちゃうんで、なんで、お金使っちゃうっていうので、先にお金を、その、給料振り込まれたたおに奪い取るっていうのと、あと、あの、クレジットカードとかも、あの、上限金額って決められるので、 まだあの、クレジットカード会社に連絡して、上限10万円でお願いしますって言うと、10万円以上クレジットカード決済できなくなるんですよ。っていうので、あ浪費はするのは仕方ないので、あの、金額の上限を決めるっていう形で何とかするといいんじゃないでしょうか。SNS は今後どのようになっていくと思いますかまあ、バカがいっぱい増えて、あの、割と犯罪が起こるというのはずっと続くので、幸せなユートピアにはならないんじゃないかなと思います。 えー、未来に投資するひろゆきさんに感銘を受けたので、どうにか協力させていただけないでしょうか。また話は変わりますが、YouTube 動画でうんこを食べる動画がありますが、再生数が伸びません。なぜですかえっと、タイトルと、そのうんこを食う、何のうんこを食うのかっていうのをきちんと、あの、わかりやすい形で伝えてないからじゃないかなと思います。えっと、その、あの、PC の寄付に関しては、ちょっとなんか先ほどあの、説明したので、切り抜き動画とか探してみてください。 23歳女です。両親が16歳の時に父親、21歳の時に母親、おのの違う理由ですが自殺して他界してしまいました。父が死んだのは母と離婚したことが理由でした。離婚していいと言ったのは私です。母が死んだのは最高相手が私への性的虐待を知ったからです。すべて私のせいだと思って生き続けるのが辛いです。ポジティブになるにはどうすればいいですかうーんと、あの、 嫌なことがあったという事実は多分変えられないので、で、あの、暇な時になると、その嫌なことを思い出してしまうっていうのは人はやってしまうので、暇を作らないのと、あとその暇でそういうことを考えた時に違うことを考えるっていう習慣づけをしてください。その嫌なことを思い出した時に、あの、唇を噛み締めるみたいな癖をつけて唇から血出してる人とか、あの、子供とかって無意識のであの爪噛んじゃったりして爪ボロボロになるみたいなのがあるんですけど、 なので、その、えっと、体に負担にならない癖をつけるっていうのと、あと、あの、息止めると、あの、人って物考えられなくなるので、あの、嫌なことを思った時に息止めるっていう癖をつけてみてください。 そうすると、あの、それどころじゃなくなって呼吸をし始めたりするので、あと、あの、まあ、あの、ゲームが好きだったらゲームをするとか、あと、ひたすら卓球の球を作る動画を見るとか、何かその没頭できるものを見つけて、その、あ、これ嫌なことを考えるループに入ってるって気づいた途端に、その没頭する趣味だったりするっていうのをやってください。アルコールに逃げるとかやめた方がいいと思います。えー、早く寝たいので、早 <laughs> く寝てください。えっと、13分以内寝なすいません。 えー、コロナを受け入れる CCM で勤務している看護師です。1年以上対応してますが、手当なしです。病院からコロナ手当をもらうにはどうしたらいいですかえっ、ー、と、まあ、あの、あるんですよね。ただ、あの、なので、やめちゃってください。もしくは辞めるという宣言をしてください。要は、あの、手当がないんだったらもっときついので、あの、手当が出る病院から転職しないかって言われてるので、そっちに転職しようかと思ってたりします、みたいな話をすると、出るんじゃないでしょうか。なので、転職の相談を他の病院にしてみるといいかもしれません。 人に舐められやすいのですが、ガチムチな筋肉をつけて、いかつい髪型にすれば舐められないようになります結構、人が見た目に騙されるので、なので、髪型変えるとか、筋肉つけるとか、入れ墨入れるとかになると、後戻りできないので、それやめたほうがいいと思うんですけど、単純に見た目をいかつくするだけで、全然人って舐めてこなくなるんですよ。僕、大学生のにあに髪の毛が長かったので、の絡まれることがほぼなかったんですよね。 で、その、アメリカに留学して帰ってきた時に髪の毛短くしてたら、絡まれてびっくりしたんですよね。あの、方法僕に絡むのみたいな。<laughs> あの、僕、まあ、あの、皆さんわかると思うんですけど、性格悪いんですよ。で、 あの、絡んでくるっていうことは、もしその殴られたりしたら警察に駆け込むと金もらえるじゃん、医者料ゲットっていう風に考えちゃう大学生だったんですよ。なので、あの、絡まれるっていうと、むしろ面白いイベント、ボーナスっていう風に考えちゃうので、あの、方法それでそれでみたいに、こうノリノリで突っ込んでっちゃうっていうタイプなんで、あの、ほぼ絡まれなかったんですけど、それで絡まれたんで、ちょっと面白かったっていうのがありました。なので、人ってやっぱ見た目が大事なんだなと思いました。はい。 小学1年生の子に、くもん式の国語算数映画の3教科のうちどれがおすすめですか算数。えー、いつかはプログラミングを覚えてもらいたいと思っています。つながる教科ってありますか算数。えー、ちなみに自分は英語は AK2 級なら、少しは教えられますが、人に教える能力という能力はないです。えっと、あの、ま、語学って、あの、くもん式じゃなかったら僕、英語の勉強していいと思うんですよ。あのー、ま、5歳から10歳ぐらいまでに、その英語の発音を聞いてると、その、え、ある、R と L の、 発音の違いっていうのを理解されやすくなるっていうのがあるので、なのでその音声であれば僕は英語はやっといた方がいいと思うんですけど、雲式的音ペーパーテストなので、なのでそれであれば算数の方がいいと思います。で、国語の勉強ってマジ無駄だと思ってる派なんで、あの、まああの、やりたきゃやってもた思んですけど、あの、普通に本読んで、あの、文章を書いてるら国語なんてどうとでもなるので、はい。で、漢字とかって、あの、社会人になるとマジ覚える必要ないんで、 みんなワープル打つので、なので国語って僕時間の無駄だと思ってます。 えー、ひろきさん自動養護施設の PCIO お疲れ様です。えっと、まだ配布してないです。あの、三つもり取ってる段階です。えー、脳性麻痺です。小学生の時、6年間付き合ってた友達に裏切られていじめられて、教師は助けてもらえなくて、算数も間違えて先生からどなることをされてました。その後、特別支援教室学校で勉強を教えてもらえず、作業所に入るのが嫌で、その支援学校で主要発の大学に入りました。えっ、ー、と、ランダイ、F ラン大学の窯の、福祉の大学に入りました。すべて独習でアンキーが得意で、現在 YouTube に自分の経験あげたいです。アピールポイントを教えてください。 えっと普通にその脳性麻痺で大学受かりましたっていうので、どういうふうに勉強したのかっていうのをちゃんとその脳性麻痺の人でも理解できるように上げていくと参考にする人は全然いると思います。そのあのあ脳性麻痺だから大学行けないよねってみんな思い込んじゃってるんですよね。まあ、なので勉強教えてもらえなかったっていうのがあると思うんですけど、でも別にあのちゃんと暗記ができてテストができればそれなりに点数取れるっていうのは事実なので、ただその 脳性麻痺だからできないよねとか、その、じゃあ、脳性麻痺じゃない人が脳性麻痺でもできるんですって言っても信用できないじゃないですか。なので、その、僕はこういうタイプの麻痺なんだけど、こうやってやりましたとか、その、なんか、指触れちゃうんで鉛筆とか使いませんでしたとか、なんかノウハウがあると思うので、そういう感じの一つ一つのノウハウをきちんとあの、動画だったり文章にするといいんじゃないかなと思います。 えー、ィックトックでしゃがんで悲しそうに半分破れた写真を持って女性にひろゆきさんがもう半分の破れた写真を合わせて運命の再会のような映像を拝見しましたが、この映像の詳細期待です。またその動画のコメントでなんだろう僕らの一人で悩みかかれるのにやめてもらっていいですかというのが、と見ひろゆきさん僕って好きでした。えっと、 247ミュージックっていう、あの、レーベルの、あの、日田友さんっていうミュージシャン、アーティストの方のミュージックビデオに僕が出演したやつで、ニコニコ動画で探せば多分あると思うので、日田友博之2467ミュージックみたいなのをニコニコ内で検索すれば出るんじゃないでしょうか。 えー、ウィキを読むのが好きなんですけど、おすすめ広告ありますか寄生虫とか面白いですよ。えー、各国の歴史、えっ、ー、と、下平平とか面白いですね。えー、神話犯罪などストーリー性あるものが好きなんですけど。あとは、あの、えっ、ー、と、熊、あの、人食い熊を、あの、どう対処したかみたいな動画も、割と面白いねあの、なんか、ビキペディア長編とかで検索すると、おすすめの記事何個か出るんじゃないかなと思います。 えー、奥さんとのコーヒーインどうぞありがとうございます。えっ、ー、と、卓球台卓球場やらない方がいいかもは自分も同意しかないのですが、三品会長本人が言い出したかと思うんで触れないであげてください。はい。あの、好きでやるんだったら、あの、全然好きでやればいいんじゃないかなと思います。はい。えー、オーストラリア在住もです。今後のオーストラリアは安泰でしょうか。えっ、ー、と、あの、逆転現象が起きていて、 あの、ある程度コロナウイルス感染しまくっちゃった国の方が、ワクチンガンガン打つので、結果としてコロナに対して恐れなくて良くなってるっていうのがあるんですよね。なので、あの、フランスも、あの、5月の19日からレストラン再開して、まあ、6月になったらジムとか、あの、ライブとかも、あの、OK にするよっていう感じで。で、アメリカもワクチン打った人ってマスクしなくていいよとかになってるんですけども、アメリカとかも、あの、まあ、フランスも10万人ぐらい亡くなって、アメリカってもう30万人ぐらい亡くなったりするんですよね。 なので、その、コロナやれかしちゃった国ほど、ワクチンガンガン打っちゃったので、元通りになる速度が速いんですよ。っていう状況で、日本って逆にその、すげえ頑張っちゃった結果、あの、そんなにこう、コロナ対策しなかったんですよね。そのせいで変異種が入ってきちゃって、今、めちゃめちゃ感染者数が増えていて、で、1日に今、5、60人亡くなってる状態なんですよ、日本。で、でも、ワクチンが、あの、年内には打ち終わらないよね、っていう可能性があって、 で、ワクチンの接種の、あの、でいくと、あの、世界には今、えっ、ー、と、400、290カ国とかあって、そのうち19 0、110番目ぐらいなのかな違うな。えっ、ー、と、192カ国のうち112かっていうぐらい、あの、日本って接種遅いんですよ。で、オーストラリアとニュージーランドも結構コロナを抑えきれちゃってるので、ワクチンの接種速度そんなに速くないんですよね。 なので、ま、あうまくワクチン打てればいいんですけど、ワクチン接種できないとすると、観光客入れられないよねって言って、その他の国ばかの観光収入とか得てますみたいので、バンバン経済回ってるけど、あの、オーストラリア、ニージランド、日本とかって後回しだよねっていう形になるかもしれないので、そこの逆転現象にならなければいいんじゃないかなと思います。 えっと、今のひろゆきの髭の長さは何日伸ばした状態ですか何日だろうもうでも、2週間以上だと思いますけど。はい。えー、その場で自信粉を調理して食べてました。これ動画のやつかな <laughs> えっと、あの、ライブでやった方が受けるかもしれないですね。結局その、本当なのかどうかっていうのが編集が入っちゃうと嘘臭さ,さがバレちゃうので、なのであの、ライブでこう、 リアルで切り出したものを直接食うみたいになるとあのすげーってなって切り抜きが多分流行ると思うんですけど、まあ結果チャンネルバンされるかもしれないですけどね。はい。え、40歳の兄がカイロプラティックの委員を開業することを夢見ているようです。今まで定職に就いたことはなく貯金はないので開業資金は義母が少ない貯金の中から対排出するみたいです。カイロの師匠に教わってるそうですがこれまでカイロの実務経験ありません。開業してうまくいくでしょうか。行きません。多分。 え、うまくいかなかった場合、兄弟に負担が生じる可能性はあるでしょうかあるでしょうね。その退職金のお金返せって言われると思うのと、あと多分その、開業資金だけではうまくいかなくて、別からの借金とかをどんどん積み重ねて、で、割と借金抱えまくっちゃって、で、そのなんか、あの、下手すると、その、親の金使っちゃうとか色々になる可能性があるのと、あとその、カイロの師匠っていうのが僕怪しい気がするんですよね。まあ、あの、勝手に僕の想像ですけど、 あの要はカイロプラティックみたいなのって、まあ、マッサージ師もそうなんですけど世の中にマッサージできる人っていっぱいいるんですよ。でも独立して食える人ってあんまりいないんですよ。だってお客さんどうやって見つけるのって。まあそのお客さんを見つけることの方が難しいんですよねマッサージとかカイロプラティックができることより。なのでそのじゃあマッサージのそのなんかあの委員で働いてますとかカイロプラティックのところで働いてますっていう人いっぱいいるんだけどなんで独立しないのっていうとお客さんが見つけられないからなんですよ。 で、それが分かってるはずなんですよ、カイロプラティックの師匠とやらは。でも、その、カイロプラティックのやり方を教えて、独立を進めてるっていうのは、多分その免許料だったり、その後じゃあそのカイロプラティックの、そのなんかあの設備だったりとか、薬品だったりはその師匠経由で買わせるだったりとか、その、やっぱり人雇った方がいいよね、それだったらじゃあ俺が人紹介するよみたいなところでピンハネするとかっていうので、食い物にしようとしてる可能性が高い気がするんですよね。 なので、あの、お客さん本当に見つかるのっていうところをちゃんと確認した方がいいと思うんですよね。で、例えば、お客さん本当に見つかるんだったら、開業しなくてもいいんですよ。別にその、お客さんの、じゃあ、あの、家とかに、じゃ出張で、あの、マッサージしますって言って、出張マッサージで1日2万円っていうので、2万円もらって帰ってくることもできるわけじゃないですか。で、それでお客さんが10人以上見つけられるんだったら、開業してもうまくいくかもしれないです。でもそれで、10人もお客さん見つけられないんだったら、 どうやってお客さん見つけんっていう話になるので、そこら辺ちょっとちゃんと確認した方がいいんじゃないかなと思います。えー、ごめん、切ってなかった。今のげ何日目多分2週間ぐらいだと思うんですけど、ただ、あの、全部、あの、何にもない状態から2週間でこう生えたんじゃなくて、あの、長くなった時にたまに切るっていうのをやるんですけど、いつ切ったか覚えてないです。 えー、私は現在20歳の女です。私が幼稚園の時、親が離婚しました。幼稚園の時のことなので真相わからないのですが、母の不倫が原因だったそうです。その不倫相手と現在は再婚しています。えー、先人支援を切ったので私は一緒に住んでません。えー、母に育てられたので離婚してから父に今まで会ってなかったんですが、どうしても会ってみたいです。顔、え、や、ー、現在住んでいる場所、連絡さんも知りません。何か方法はありませんかえっと、戸籍等本を辿ってください。あの、自分の戸籍等本であれば、あの、 えっと、まず、当方見れて、で、あと、母親が離婚してる場合って、なんだっけ、あの、消滅戸籍だってなんか、その、もともと、あの、離婚して、新しい戸籍を作ってると思うんですけど、再婚の時に、その前に、その、あの、所属していた戸籍っていうのも、と、あの、手繰り寄せることができるので、そうすると、その前の戸籍の、あの、お父さんの名前と、その時の戸籍の住所とかがわかります。で、その前の戸籍のところ、 に行くか、もしくはその住民票を辿って、前の住所のとこ行くかっていうのであれば、その結局あの、元々のお父さんのところまでた辿り着くことできるので、もし難しいんだったら、あの、行政書士さんとか、弁護士あ、除席投稿、それです。すいません。名前間違えました。あの、弁護士さんとか行政祖父さん頼むと、そこら辺詳しく知っているので、相談してみるといいんじゃないかなと思います。あと、ま、あ今だと本名でググると、結構フェイスブックで出てきたりしますよね。 えー、風俗キャバクラとパチンコダウのギャンブル、どちらの方がお金の無駄だと思いますかどっちも無駄だと思います、えー。オリンピックどうしてもやらないといけないなら、成田空港の滑走路で100メートル走だけにして走ったら、すぐに帰ってもらったらでも、それでオリンピックやったってことにはならないんじゃないでしょうか えー、自分ができる限り頑張って勉強や実習を行っていたのですが、思うような結果が出ず頑張ったことが認められず怒られる日々です。頑張りを認められたいのに認められない。褒められたいのに褒めてもらえない。どうすれば頑張りが報われるでしょうかえっと、あの、褒められたいっていうのを満たしたいのであれば、褒めてくださいって言った方がいいですよ。なので、あの、要は頑張ったから褒められるんじゃなくて、あの、褒めてくださいって言うと、人は結構褒めてくれますよ。 なのであの今日ちょっと風邪ひいてたんですけど、マジ頑張って仕事最後もやったんですよ。褒めてもらっていいですかって上司に言うと、あ、そうなんだ、頑張ったねーって言ってくれると思うんで、なのであの、ストレートに褒めてくださいって言ってください。こんばんは、現在政治家をしているのですが、所属政党の支持率的に次はないかもしれないので、ダメだったときにすぐ就職できる資格を取ろうかと思っています。のを仕事をしながら就職におすすめの資格はありますか えっと、むしろ証券外部員とかの方がいいかもしれないですね。あの、元政治家っていうのが、割とその、信用できる人だっていう意味に取られることが多いので、なのでその、箔が使える職業についた方がいいかもしれません。えー、毒親の定義って何ですかまあ、あの、人によるので、なんか、知恵像とかに書いてあるんじゃないですか え僕の父は約10年前に脳に大きな腫瘍が見つかり取り出す手術をしましたが、大きすぎて少ししか取り出せず、同時に髄膜炎などが発生してしまうため、どうすることも、えどうすることしかできません。どうすることもできません,んですよね。満でこう受けたんです。ひろゆくさんが僕ならどうしますかえっと、一応セカンドオピニオンを聞くっていう意味で、他の病院に一回行って、そこで CT もレントゲンもきちんと取ってみてください。で、あと、もしお金があるのであれば、 あの、アメリカとかだと別の治療法がありますよ、みたいなのもあったりする可能性があるので、なのでその、英語圏でどういう状況になってるかっていうのも、あの、ちゃんと勉強して調べてみてください。ただ、すげえ金がいると思うので、あの、一生懸命お金を稼ぐ必要にはなるかもしれません。こんばんは、ビルダイに行って、もう、あ、あの、すいません。あの、2時に終わるって言ったんで終わります。すいません。失礼しました。2時過ぎてましたね。ひろゆき、右足を上げて体育座り姿をお願いしてもいいですか 待ち受けにしたいです。体育座りってこうじゃないの右足だけ上げるってこれ体育座りだの、まあ、よくわかんないですけど、あの、とりあえずこれで終わりにしたいと思います。なんかちょっとバタバタしててすいません。じゃあお疲れ様でした。